ありがとう。嬉しいね、ピンクのペンライトを売ってくれたうちわとか、ありがとう。そう、今日は陳率がいつもより高めだったので、そうで、前回陳したからそれ以外で何かあるかなって思って、最近してないハーフアップにしてみた。暑いとさ、ここがさ、そう髪がさひっついちゃって嫌だけど、だいぶ涼しくなってきたから、そうハーフアップにしてみた。見ない髪型なって思った。あ、本当嬉しい、気づいてくれたなら今日は来てくれてありがとう、嬉しい。僕たち見たい、待ってるよ。 SK さんではなくて AKB さんだけど、明日は出張公演ですね。私は前にね、発表された直後にマネージャーさんに行きたいですって言って、お願いしますって言ったけど、マネージャーさんがそのことを忘れていたみたいで行けなくなりました。悲しい悲しい、行く予定だったのに悲しいです。今日涼しいとか寒かったね、寒かった、楽屋寒かったもん。野菜スティック食べます。そう、残念。お見送りで、お猿の写真見せてくれたよね、可愛かった、ありがとう。うん、またあれだね、劇場がリニューアルした後に AKB 劇場行きたいね。だってとりあえず今日はしたかったけど、声があんま出ないからやめたいんよ今日。そう、迷ったけど、また待ってるね。今日は岡山、明日は広島。ん、昨日が香川、今日が岡山、明日は広島かい、きみさん。そう、セブンイレブンの野菜スティーク珍しいでしょ。お疲れ様、ありがとう、来てくれて感謝感謝。そんなに美味しいね、とても野菜は美味しいです。この野菜スティーク大好き、グループ配信の時からよく買ってる。これが美味しいよね、マヨネーズと味噌と一味かな、美味しいよ。そう、うん、美味しい普通歌出た、本当よかった。サビとかがさ、高い音出ないけど、中のタリアなんとかなりました。早くより、私はこのシリーズ大根が一番好き。そう、一番好き。うん、声出てよかった。ビバーリケーヌが出るか不安だったけど、僕たちとか出ました、声が。とてもおいしい。大根って私どっち好きなの、やばいやばい、いちごみたいだいぶ戻ってきた、本当によかった。早く完全に治りたい、治したい。そう、時々咳込んでた。そうなんよ、歌ったりとか声を出すと出ちゃうんだよね。たまらん、プレゼントで大根やばい。リオさんと写真撮れた、今マネージャーさんに X 確認中、 OK が出たら X 投稿します。うん、うん、厳選の袋持ってたね、今日もいっぱい撮ってた一応と話したんよね。うん、ハチミツいいね、のせたさに幸せで、野菜スティックです。ハロウィンはコスプレしたいの、予定がないといいな。去年のハロウィンの日は私覚えてるよ、
ゆみりんさんの卒コン直前でリハがあって、リハ後にレッスン3期だけで練習しようってなって、結局帰ったの多分11時過ぎとかだったからできんかったよね。リア中の足をがみしたレイダウンだな。いいだぞ。毛の猫したい。ちょっと配信もあったらコスプレ探してみよう、アマゾンとかで。巻き髪かよ、やった。だいぶ取れちゃったけど巻いたんだ。そう、黒猫いいよね。みんなめっちゃ黒猫、めっちゃ黒猫希望だね。今年黒猫でもいいよね。ちょっと見てみます、終わったら。今日びっくりした、独体の最後、みんなで回るところ、リオツンコールがありました。リオさんの嬉しいですね。ほっこりするよね。そう、宅急便の方の黒猫やばい、黒猫山本やばい。お決まりさんみたいに一応と二人で白黒はいいね。白黒ゆこちゃん、今日さ、ギア中、私と、あのね、いちごが二人でおったときに、そう、ギア中が来て、そう、おきまいさんたちとみたいに写真撮ろうって言って、ギア中を真ん中にして、私といちごがそれを囲んでね、そう、なんかおきまいさんとギア中が行くね、写真を。撮ってたからそんな感じのイメージで写真撮った。メールに送ろう。そう、おきまいさんだとかってリア違いて、おきまいさんではないけど、そう撮ったんよ。おいしい。エンジコスたまにあるよね、いいよね。リア中、そう、私たちは3期のおきまいさんみたいな、そう、ジャッジュンジャと話してました今日。身長は近い、確かに。確かに。そう、お決まりさんだとついたり、ひなさんの後継者だったり、確かに忙しいや。忙しいね。私さ、他にどのメンバーさんが、私はさ行けないことになっちゃったけど、 AKB さんの公演行くんだろう。そう、おきまいさんのサンドイッチやつされてた。今日は奥沢にサンドイッチされてた。第二の際になってほしい、やばい。S ありがとう、こちらこそありがとう。めっちゃ目の前だった。明日希望者多そうよね。今日は野菜スティック食べてる。そう、3期生も行く子がいて羨ましい。私もマネージャーさんにいたのに、マネージャーさんが忘れていたようです。悲しい。行きたかったね。なんか2期生さんは、そっか、福別の番外編、そうだそうだ、行きたかったよ。私発表された直後に行ったんだけど、忘れてたみたいで悲しい。東京にお仕事で行っても舞台とかじゃない機会にさ、長くいることあんまないから、劇場行けないからさ、来たらよかったね。
今年の夏は乃木坂さんもツアー毎年広島とかもやってたけど、そちら乃木坂さんも広島来なかったから去年は来たけど行けなかった、悲しい。はい、楽しかった。こちらこそありがとう。そう、早く咳が良くなってほしい。いちごエピソードどうでしょうえ、ここに行く人いないのかな。誰か行かないの。外れちゃったりもしてるかな、みんな。うん、おいしい。名古屋毎回出た。お、いいね。外資とかかな。ちょっと言えた。幸せ。うん、行くの？いいね。私も行く予定だったのに。明日は福祉。あ、なるほど、そっちに行くのね。いいですね。やばいよね。昨日とか今日のメンバーさんと一緒じゃん。さっきね見てたんだけど、ヘイリーさんとか、そう、センターですね、簡単なアルバム。八木あずきさんとか佐藤愛理さんとか、いいですね。私も行きたかったよ。うん、おいしい。明日は行かないですよ、ほんと。行きたかったな、私。おいしすぎる。今度のゆいちゃんの、次の僕とはゆいちゃんのね、そう、旅行公演になるけど、どうなるかな、メンバーさん。確かに AKB さんの劇場行きたいね、出張公演ね、見に行きたかった、悲しい。そう、行けるって、明日行けるってなるメンバーさんがLINE で送ってたみたいで、そう、私は LINE で送ってなくて、言葉でね、そう、行きたいですお願いします言っとっただけから、そうなの、行けなかった、悲しい。言っとけばよかった LINE でも。うん、感動。うん、かた口、そう、口約束だったの。やっぱり LINE とかね、文章に残すことの大事さを覚えました。僕で一個成長しました。よいしょ、美味しかった。近い見に行きたいねそうなんよ、18さんはお披露目の日が一緒なんよね、すごいよね。撮って出しの写真撮るとき、あー、そうなの、リオさん今日誕生日当日だからね。素敵素敵、リオさんがケーキよね。そう、その誕生日当日にこうやって何かしらお仕事とか公演とかレッスンとかがあるとケーキが、そう、いただけるんだけど、そう、リオさんが家にいっぱいあるからって言ってみんなで食べさせてもらいました。公演終わった後にチョコケーキだったんだけど美味しかった。なんかひーちゃんがね、ずっと美味しい美味しいって言って、私の誕生日もこれで、私の誕生日もこれでってずっと言ってた。どんだけ美味しかったねんって思って。あ、そう、今日はおりこちゃん T シャツでってきてーん。あの、この髪型にすればよかった。その方法があったか。次は契約書作る、やばい。喉はだいぶ良くなってきた。たまに咳が出るかなって感じ。そう、喉は早く回復してほしい。7ベースまで回復するかな。私はショートケーキが好きだね、ケーキは。そう、クリームが好きなんよ。そう、生クリームが美味しいよね。でも今日のも、そう、チョコの生クリームがね、たっぷりで美味しかったよ。でも、りょうさん優しいよね。
いいね。そう、MC MC でもやばいMC でもねやばい、話せない、話してたんだけど、そう今日でリオさん16だから、そうリオツンさん、あのユニットでね、リアチューとね、日暮らしがあって、一サビの終わりがね、16の夏ってやるんだけど、やっと16だって思って、そう前今まで披露してた時はね、そう15歳だけど16の夏って歌ってたからね、やっと16の夏だって思ってなんかしっくりきた。うん、57分ありがとう。団地4であります。18から18ふたくつさん、17位まちゃんきゅうさん、16位ふくたらあてやみーずさん、15位りねあとくさみーさん、10位なるみあと母見なかったよ、え僕台来てないの初なんじゃない、びっくりした、いないって思ってまた見に来てね。13位ケビーさん、12位ももさん、11位ドクラさん、トップ10いきます。10位シロタンさん、9位ヨータンとつまみーさん、8位ラベンダーバンジュ KA さん、7位ウマちゃんとヤミーさんとおつまみヒヒヒヒヒヒヒさん、そして6位ガガヤさん、トップ5いきます。5位ナシちゃん、4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位スプマーテさん、2位ホタルイカゆでみさん、そして今日の第1位は今日のランキング1位はナオニャンアットシャガークダヒナちゃん、大好きにゃんさん、ありがとうにゃん、ありがとう、感謝。今日はさっちの生誕ぶりの僕の太陽公演楽しかった初一、え、そうだよね、私も今思った、ありがとう一、これからもよろしくね、ずっと好きでいてね、今日は公演に来てくれたみんなもありがとう声が出なくなった、ありがとう。また明日の翔子には DMM もやると思うし、ぜひ見てください。明日は AKB さんの出張行けなくて悲しいけど、明日は長めに配信できたらいいな、今月あんまり出てきていないから、そう今週は下北があったり七フェスがあったりいろいろ予定があるから、そう体調に気をつけて頑張りましょうみんな。じゃあまた明日ね、バイバイ。あ、スクショしといて、最後最後スクショ、一瞬だけ、もうあんま時間ないかも。僕の太陽、あとなんかある、あ、思ったより時間ある、よかった。